はい、どうもぐちです。先日ツイッターで有名なバドテツさんから、呼ばれてオリバーさんのラケットのシダができるという企画に参加しました。あんなに遅いのに140。成立してるな。まずは、お、今の当たりで167。お、全然出ない。148。あ、172。200超えてもらうか、下手切れするかで。あ、149だ、今ので。読み込んでくれない。読み込んでくれないです。計測不能。うわぁ、173。さっきの方がいいですね。167。やっぱグラフなんて大事なのは、うん、大事なのグラフなんて。あれ読み込んでくんない。あの使ってる、はい、あれ使ってるのはちょこちょこできるし。あ、でも145。絶対速いけどね。絶対速いんだけど。絶対おかしい。だからこれまだ今読み込んでない。飛ばされちゃった。速すぎて。146。なんでだろう。曲線綺麗。曲線は綺麗だと思う。一番ムラがない。あれ。ああ、うん、ちょっとブレてる。148。157。152。Yeah.
それを見れる。え、すごいな。いや、これが測ったら実際このスピード44落ちてくるのも分かる。スピード120。はい、試合で自分がどういうショットのバランスになったのかも。あ、負けた時はレシーブが多いとか。スピード7。あ、なるほど。スピード96 speed 158 speed 166 speed 16 speed 94 speed 170 speed 99 speed 131 speed 19 speed 75 speed 146 speed 99 speed 158 ラケットのアプリとの連携についてです、この僕にはよくわからない名前のアプリですね。特に有料とかじゃなくそのまま無料で使えるアプリです。説明も外国語になっており僕にはわからないのでオリバーさんに聞いていただけると答えてくれるはずなのでよろしくお願いします。ユーザー登録の画面で Twitter と SNS とのリンクをして使用することが可能です。画面下の真ん中のプラスのアイコンのところにて右上のよくわかんないマークをタップしてラケットと Bluetooth で同期します。同期するとスイングした位置、打ったショット、綺麗な円弧を描けているかどうかなどの判別することができます。この画面の真ん中をタップすると計測した日のデータが出てきて、さらにスイングをタップするとその日に打ったショットの位置やどれだけの力が伝わっているかなどが一目でわかるようになっております。そしてカロリーをタップすると1週間におけるどの日でどれだけのそのラケットを使ってカロリーを消費したのかも分かるようになってます。他にもバランスをタップすると計測に使用したラケットでどのショットを多く使っているか円グラフで示してくれます。まあ、例えばそのラケットを試合で使って1試合でどのショットを多く使っているかとかがこのグラフでよく分かるのでぜひ参考になると思うのでバドデツさんのツイッターのリンクも貼っておきます。あとオリバさんのですねリンクも貼らせていただきますのでよろしくお願いいたします。以上です。またね。